次は打てよ、ホンマスルーズいった、おい、ね、ホンマ遅いよ反応。次だぞ。
バカ。ほんま、体で持ち出せ、ちゃんと。あんなとこで足振るな。指摘の敵の位置が違うけど、言われたことに対して仕事だから。ずっと言われてんじゃん。
たでしょ。ハウステの選手は歩いてきて一回立ち止まって挨拶してから全員取り過ぎた。その時点でもうすでに俺たちが言ってやろうって言ってるんだけど、多分向こうの先生もやろうって言ってる人がやろうって言ってることをやれてんのどっち。じゃあ試合負けんじゃん。なんでこんなにいいゲームできたんだっけ。後半の方がボールドリブルした高い。結構手塚が攻撃に絡んでるじゃん。その時の中盤のリスカーにお前がちゃんとしてないと全部カウンターにやられるから、自分の頭の中でどこをどう抑えるかっていうイメージを持ってくる。どうすればいいかって周りの人が一生懸命頭を使って最低限チェックしてくる。同じことな
たら見てる保護者が見てる恥ずかしい。もう一回そういう気持ちにちゃんと今日に石の白紙のページに全員なって書いてある。今後への決意、今日の失敗について。試合中も伊藤遅い、伊藤何に対して反省するか。ただこれ最低限これやる、これはちゃんと全員に指示書いてお前に直す。これだと直すのホワイトボードに書いてきましたね。これ書いてきました。これ寺島直さなくていい。全員これはマスト。今後これ系があって俺たちすげえ見かけた。これは見てそうだな。サスさんですよ。お前やってた。伊藤、伊藤、ゲームが止まってる時とか、これからその時に早く切り替えておくんだよ。なんか絞るのも下がるのもそう。その切り替えが全部遅い。どれ見ても別路、もっと伊藤に言わないと切り替えること。それに対してみんなが真剣に考えてる。それだけは真剣に考えてる。ちゃんとそれ 何かしてメモをするなら誰か一人携帯使うやつを使ってもいいですか。誰と何でただそれをちゃんと全員のシュートだし、見てもらって、俺は見てないですよ。ベンチ本間選手決めました。下がるのが早すぎるよ。本間選手10番の裏オフサイドだよバカ。なんで開けちゃうのですか。本田高田中盤3枚どういう構成してんだ。受けろ。そう降りて受ける。何してんの。落としたの。ナイス、いいよ。14番の方裏取る、裏取る、入ってくるタイミング。お前切り替えもあるぞ。ほんま走り込むスペース生まれてんの分かる。そのスペースをちゃんと使えよ。おめえの足早いんだから。
リブルするスペースを作ってあげるし、くさび打てないと。手塚に落とせば手塚打てんじゃん。両方やって全部。いろんなことを全部やれるように考えてよ、まあ、言われてること。局面局面全部考えて。Thank you.
本間、本間、なんで今トラップミスしたの？準備できてた？来ると思って受ける準備できてた？だから慌ててトラップしようとすっからミスっちゃうんだよ。それがサボりってこと？こぼれたら来るかもしれないと思ってなきゃダメじゃん。そう、近い距離なんだから。バックライトマシンじゃねえんだぞ。この瞬間どういうことが起きるか分かってるよ。やお見て遅い。はい、オフサイ。なりすぎでしょ。Let's go.
ろちゃんと。やお、足でやんな。クリアクリア。切り返し。お、ほんま、ほんま。なんで鉄棒のボール蹴らなかったの今。鉄棒のスレーパスお前狙ったことじゃねえの。なんであれが入んないの。お前受けようとしてたじゃん。あれちゃんと受けろよ。ライン下がってねえか、またズルズルと。もう一回来てやろうの。やるよ。ゴリいらねえよ。来週も外せよお前絶対。どこで前入ってくるんだよ、ほんま。上げろ上げろ上げろ。